よし、ターレスをぶっ倒すぞ、みんなで。新生樹の実を食べ続けてきたこの俺に勝てると思うか。実の力でパワーアップしたやつよりも修行が強いってことはね、見せようぜ。ほら、おめえをこのままケースわけにはいかねえ。新生樹の実によって力を増したターレス、果たして悟空たちに勝機はあるのか。みんなでターレスを倒そう。俺の勝ちだな。おめえのパワーはその程度か。もう少し楽しませてみろ。海王拳重兵だ。ひざまずけ。ひざまずいて命乞いすれば許してやるぞ。ご飯と約束したんだ。負けなんて。どうだカカロット。ほら、孫悟空だ。あらばしねえ。無様なものだ。でもターレスってと思ったけど、ターレスって下級選手の中でも強いみたいな感じなのかな。なんか俺のドラゴンボール知識がね、アニメとゲームとでうろ覚えになってるかな。ミスったなコンボ。カメハメハ。このジャンプキラーも覚えたからね。やっぱドラゴンダッシュがなすぐ出ないのかな。ジャストなんだよな俺。よーし、ということでターレスをぶっ倒しました。オッケー。まあちょっとね、動きが下手なところが多いですけども、今後も見ていってくれると嬉しいです。サイヤ人の限界を超えたターレスの猛攻に追い詰められる悟空であったが、てかクリリンとかテンシアンとかサウズとかどこにいたんだ。あったけ。なんだこれは。孫悟空が新生樹から木を集めている。悟空は新生樹から元気を集めて作り出したスーパー元気玉をターレスに打ち込み、そして地球に根を下ろした新生樹もろとも強敵ターレスを消滅させるのであった。やがて地球の生き物たちにも元気が戻り、再び穏やかな日々を取り戻したのである。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.